こんにちは。こんにこんちにちは。は。よろしくお願いします。よろしくお願いよろししくお願います。します。今回はですね、アートメディエーションをテーマに、こちらのお三方と一緒に、アーティストトークを行っていきたいと思いますので、7時半頃までどうぞお付き合いください。皆さん、今日はスタジオとかご自宅から参加されてるんでしょうかね。今、スタジオです。お。自分もアトリエです。私は家ですね。はい。はい、ありがとうございます。閉鎖空間感がすごい。ダイヤ君がなんか閉鎖空間にいるみたすぐ後ろ壁なんだよね。はい、じゃあどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお今願いし日はでます。すね、こちらの今皆さんいらっしゃいますけれども、作家の青山悟さんと原良介さん、そして相田旦也さんをお迎えしています。で、まず私から、今日どういったことをお話ししたいかという、導入として、ちょっと提案をさせていただいて、で、その後に皆さんからそれぞれの普段の活動ですとか、どんな作品を作られているかっていうことをお話しいただきつつ、ただ、あんまりそれぞれがプレゼンして終了みたいにしたくないので、ぜひお互いに質問し合ったりですとか、ディスカッションをしながら最後まで進められたらなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。で、じゃあ、私の方の画面の共有を早速お願いしていいでしょうか。はい、ありがとうございます。まずですね、今日の3人が、どのようにサヤフ2020に関わる予定だったかということを簡単にご紹介したいと思います。で、青山さんと原さんは、この MIMA 北海道立三岸幸太郎美術館という、先ほど、ちょっとご紹介した美術館が、北海道立近代美術館のお隣にあるんですけれども、そちらの美術館で、作家として作品を展示するだけでなく、こちらの美術館の展覧会の作り方のキュレーションも兼ねるということで、企画を考えていただいていて、三岸幸太郎が31歳の若さで亡くなったというところから、着想を得て、31というのをテーマに、いろんなアーティスト、作家の31歳の時の作品を中心に紹介するという、展覧会を考えていただいていて、今こちらにお見せしているのはその展覧会のキュレーションドローイングみたいな感じですかね、これは。そうですね。ブランド。31っていうのは 真ん中に。ここに右し、あ、あれ？どっちを、今僕の背景にあるのが同じドローイングなんですけど。そう。右しが描かれていて。そう、これは、原君が描いた右し。へえ。はい、まあ、でもこれ結構事後的に描いたもん、もう事後的っていうか、今回のこのね、中止が決まってから自分たちのプランを説明するために、なんか、ビジュアルがあった方が分かりやすいだろうっていうことで、書いたと思います。こちらは、YouTube で公開している、中止決定後に、皆さんに行ったインタビューでも、詳しくキュレーションについてですとか、構想について説明いただいているので、ぜひそちらも合わせて皆さん、今日のトークを聞いていただければなと思うんですけれども。はい。で、次、相田大也さんの方ですね。相田大也さんは、この山口情報芸術センター、ワイカム、として、参加予定といいますか、ワイカムの皆さんに、この雪まつり会場の一区画を使って、この素敵な 遊びたかったなっていう感じの、雪の遊び場を、作っていただく予定にしておりました。なので、相田さんの方も、いわゆる、一般的なアーティストとしての、参加というよりは、ワイカムという、チームでの参加を予定していたので、今日の3人の、共通点としては、サイアフの2020の参加の仕方が、いわゆる作家一人として、作品を出してっていうことではなく、キュレーターの立場とか、そういうチームとしてとか、そういった、少し、
あの、違う立場からの参加っていうことが、あの、共通点としてあって面白いかなと思っていて、あの、それはまさに、こう、皆さんの普段の活動も、あの、アーティストが、こう、個人で一人で制作をして発表してみたいなところの枠からすごく大きく、あの、飛び出しているようなものを皆さんがされているので、そういった共通点があるのもごく自然なことかなと思うんですけども、まあ、それが、あの、まさにこの私が今日皆さんをと一緒にアートメディエーションについてお話ししたい理由にもなってくるんですけれども、うんうんうん、はい。で、なので、ちょっと皆さんとのお話に入る前に、後で詳しくもう少し皆さんからも、サヤフ以外の活動についてなんかも、個人個人の活動もあると思いますので、ご紹介していただきたいんですが、まずこのアートメディエーションっていうタイトルにつけているこの言葉がですね、まだよくわからないという人も、いると思いますので、簡単に説明しながら、ご紹介したいんですけども、まあ、アートメディエーションっていう言葉自体は、まあ、なんかこう、大きな考え方を表しているものなので、これがアートメディエーションみたいなものはなくって、ただその芸術祭でこう作品が並ぶっていう時に、その作品を介して、アーティストやキュレーターや、そのスタッフや、そして観客、どの立場でも、フラットな状態で、例えば意見交換をしたりとか、作品の感想を言い合ったりとか、そういったことが、気負いなくできるような環境をどうやって作っていくかっていうことを考えるときの、まあ、考え方の指針になるようなもので、まあ、メディエーションっていうのは、もともとこう、つないでいくとか、媒介するっていう意味なので、まあ、そのつなぎ方とか、入り口をどう設定していくかっていうことが、今回のサヤフ2020の、特に私がコミュニケーションデザインディレクターとして、役割を担ってた部分なんですけど、どういうことを考えてたかっていうと、こういうことを考えてたんですね。で、これを見ても何ぞやって感じだと思いますが、まあ、これは、サヤフ2020が開催した場合、私がイメージしていた、美術館に入ってから作品にたどり着くまでの、こう、観客の経験を絵で、表したものなんですけれども、こう、端っこに、これ私のカーソルも見えてるんですかね。ここにこう、美術館に初めて訪れる人が、ドキドキしながら、美術館に入ると、こう、あったかいお茶を用意して、気軽に迎えてくれる人がいて、で、そのちょっと一息ついて、この美術館の中に入ると、まあ、直接その作品がボーンと現れるのもいいですけれども、そこまでに何かこう、アシストが必要な方には、展覧会のツアーがあったりとか、あとちょっと休憩する場所が家族のために用意されていたりとか、作品についてもうちょっとよく知りたいなとか、アーティストともっと、話をしてみたいなっていう人のためのワークショップが開催されていたりだとか、まあこういったそのいろんなレベルでの経験っていうのが、美術館の周りに用意されていて、それぞれが無理のないペースで作品に出会うことができる。で、こちらのその、まあ今、センスターっぽい絵がありますが、まあこういった作品に出会うためのこの、出会うまでっていうのをどうするかっていうことを考えていました。ただ、まあ、これは中止になってしまったので、こういう作品を前提としたアートメディエーションっていうのは今回難しくなってしまって、で、その代わりに、やっているのが、大きく、まあ、4つプログラムがあるんですけれども、その中でもちょっとかいつまんでご紹介すると、お家で聞けるオーディオガイドっていうのを作ったりですとか、ワークブックを作ったりしています。で、このお家で聞けるオーディオガイドっていうのは、アートメディエーションのキュレーション担当のマグダレナさんが内容を考えて、音声を聞くと、家の中のものを見回しながら、こう、それがちょっとこう、普段とは違う見方をするような、こう音声で、その色を改めて発見してみようとか、改めて自分の部屋を見直してみようっていうことが呼びかけられるんですけど、特に子供にも楽しんでもらえるように、なっていたりとか、
あとそのワークブックっていうのは、これは印刷したものは札幌市内でお配りしてるんですけど、PDF でもダウンロードできるようになっていて、このうんとねくんがですね、札幌市内のいろんな場所を旅しながら、この旅の中で出会うものに対して、こう絵本を見ている人も、この余白のスペースに、この雲型定規を使って書き込みながら楽しめるというものになってまして、これも今、地下鉄の、札幌の地下鉄がもっと伸びたらどういうふうになるかっていうのを想像しながら書いてもらったりとか。で、今、札幌市民交流プラザで実際にドキュメント展を展示している会場でも、楽しんでいただけるようになっていて、これは日々の課長が我らが日々の課長がこのワークブックを書き込んでくれているところなのかもしれません。で、こういうふうに今溜まってきているんですけども、まあこういう取り組みがあるんですね。で、この取り組みっていうのは私としてはまあもちろんアートメディエーションっていうのは作品を介していろんな人がお話ができたり意見が交換できるっていうのが一番いいというか一番前提にしているんですけども作品がない中でこう作品への出会い方の練習みたいなことかなってイメージしてましてつまり作品に今度出会った時にその作品をどうやって見ればいいのかっていうことをちょっと練習できる装置みたいに考えていてつまりちょっと見方を変えてみるとか、自分の発想を大事にしながら作品を見てみるとか、こう自分の意見を反映させながら作品を見てみるみたいなこととか、あとはその、これまでの見方を忘れて別の見方をしてみるとか、まあそういうその作品が気づかせてくれるような視点っていうのが現れ、それをこう作品なしでちょっと体験してみれる、装置になっていたらなというふうに考えてます。で、これがその今行っているアートメディエーションについてなんですが、今日話したいのは、ここからいきなりイラスト屋を多用した、ちょっとさっきの素敵なイラストとは全然違う雰囲気になって申し訳ないですけど、今日話したいことはどういうことかっていうと、じゃあその、いろんな人が作品の周りにいて、作品に介してこう、たくさんお話をしたりする環境を整えていくとして、じゃあアーティスト、その作品を作った人っていうのは、その自分の作品を見られるっていうことについて、どういうふうに考えているのかっていうことをお聞きしたいなと思っています。なんでかっていうと、やっぱりその、結構そういうアートメディエーションとか、ラーニングプログラムとか、エデュケーショナルプログラムみたいなものを考えるときに、アーティストはなんかこう、ちょっと神のような存在とか、なんかちょっとこう、上の存在みたいにされて、で、そのアーティストからなんか説明のお言葉をいただいて、それをみんなで、他の人たちが一生懸命噛み砕くみたいな状況が、結構、起こりやすいと思っていて、でもその、アーティストも一人のこう、この場の参加者として、作品を介して、いろんなものを生まれていくっていう時に、アーティストから見ると、こういうアートメディエーション的な取り組みっていうのはどういうふうに考えているのかっていうことをお聞きしたいなと思っています。なので、今日の、集まっていただいている3人っていうのは、まさにそういったことを考えて活動している方だなと感じていて、つまり、その、まあ、個人としての作品の制作がありつつも、まあ、青山さん、原さんは、こう、企業に出向いて、企業の、まあ、一般の、こう、企業にお勤めの皆さんに、こう、現代アートの考え方を紹介するっていう、ワークショップを行ってたりとか、相田大也さんは、まあ、例えば愛知トリエンナーレの2019ではラーニングの担当でらしたりとか、まあ、そういう、こう、活動っていうのが、どういう、考え方のもとに行われているのかっていうことを聞けると、ちょっとその、アートメディエーションってことを考えるにあたっても、アーティスト以外の私たちも、
ヒントになるんじゃないかなと思っていて、で、その時に、こう、考え方の出発点になるんじゃないかなと私が思っているのは、作品はいつ完成と言えるのかっていうことなんですね。で、多分これもアーティストによってそれぞれ考え方が違うと思うんですけど、こう、一番左が、まあ、実際に物が、絵が完成した時、で、ここを完成と呼ぶのか、それとも何か展示の機会が得られて、作品が、まあ、展示された時が完成なのか、それとも展示された作品の前にこうお客さんがたくさん来て、絵がとか作品が実際に観客の目に触れた時に初めて作品は成立するのか、それとももっと作品の、意図ですとか、作家が考えていたことのメッセージのようなものですとか、コンセプトのようなものが観客に伝わった時に、作品が完成とか成功とか言えるのか。で、この考え方も作家さんによって全然違うと思うんですけど、まあ、これをどこまでが自分、その作家の責任というか、作家の、範囲とするかによっても、作家さんが、こう、作品を見てもらうっていうことへの態度が違ってくるのかなと思って、で今日の3人にはぜひ聞いてみたいなと思ってるところです。で、まあ、私の導入はこのぐらいにして、長々と話して申し訳ないんですけど、皆さんにこれから、それぞれの活動をご紹介いただきながら、お互いにちょっと、質問も随時し合いながら、こういったことを話せればなと思っていて、つまり、現代アートっていうのは、まあ、楽しい、わかりやすい、美しいだけじゃなく、まあ、万人に理解されないものでありながら、こう芸術祭というのはより多くの人にそれを開こうとしていて、まあ、そこにはらむこう矛盾みたいなものを、どう考えていくのかとか、でもそもそもアートはこう多くの人に理解された方がいいのかどうかとか、これは、コミュニケーションデザインディレクターとしてはいいっていうふうにもちろん思ってるんですけれども、そもそもこういうところから考えてもいいのかなとか、うんうん、そこに紐づいてくる常にあることとして、アートは難しい、わからないということがあるので、それにどう答えていくかとか、を皆さんとお話しできると、今後それぞれの立場でアートをこう開いていくっていうことを考えるときに、まあ、ヒントをいただけるようなお話が聞けるのではないかなという、まあ私のほぼこれは悩み相談みたいな回です。なのでぜひお聞かせいただければなと思っております。はい。ということで少し長くなりましたが、じゃあ最初はまず青山さん原さんに、お任せをしますので、お二人のまあそれぞれのご活動の内容ですとか、一緒にされているワークショップのご紹介なんかもお願いできればと思います。うん、まあでもなんか、すごく、それぞれの活動みたいなのは結構、本当短く喋って、なるべくなんかディスカッションに時間を取りたいなっていう感じですよね。はい。ちょっと、じゃあ個人の、作品の説明とか、普段の活動について、じゃあちょっと僕から、じゃあ1分、2分、2分だったら自分の方も一緒にまとめてお願いします。俺原くんのはダメだよ。まずまあ今スタジオにいるので、とりあえず2分で自分のやってること、はい、1分で喋りますね。わかりました。まあ僕普段ミシンで作品作ってます。あれ、ミシン映る。ミシンで作品作っていて、まあ刺繍してます。刺繍作品作ってて、まあ今ちょっとスタジオにあるのは意外と結構カジュアルな作品ばっかりなんですよ。これ刺繍でできます。刺繍が入った今これ洋服の携帯を撮ってますけど、まあいろんなものに刺繍していて、まあ一言で言っちゃうと、まあここ1年ぐらいは結構なんか作るペースをすごい早めていて、まあ毎日制作してんですけど、もうそれこそ、結構世の中の出来事にすごい反応するような感じで、もう多い時はもう一週間に3点、4点ぐらい作品作って、すぐ SNS に載っけてもう発表してみたいな、そういう感じの活動をしています。うん、じゃあ、原君。
本当に1分だった。時間は結構守るタイプなんですよ。まあ、自分は画家ですので、こう、なんだろうな、こう絵を、油絵を描いてます。あれ見えるか、こんな感じで。見える見える。で、ディテール見たいけど。ここはこう、なんかドローイングをやったり。まあ、意外とこういうアトリエをこう、公の場に見せる機会っていうのは実はありそうでないので、なんか、この感覚そのものが意外とちょっとね、新鮮ですね。うん、まあ、自分はまあ、油絵を使った画家で、まあ、今ね、こういう場所でひたすら淡々と制作をしてます。なんか、後ほどまたちょっとアトリエの今、中を見せたんですけど、さっきのその、田村さんがおっしゃった、その、作品を見せること、どこから作品になっていくかっていうのは、うん、実はこのアトリエの中と外に関係することで、なんか後でまたその話ができたらなというふうに思います。うん、作品、我々の作品に関しては、および多分、ね、ディスカッションしながら出てくることもあるでしょうし、多分なんか画像なんかはもう調べてもらったら、今だと一発で出るので、とりあえずそこはもう省いて、で、まあ、二人で、まあ、じゃあどういう活動してるかって言ったら、まあ、あともう一人、竹林洋一っていう、ね、クリエイティブジャングルっていう組織を、まあ、主催してる人と三人でワークショップを、先ほども田村さんからなんかちょっと紹介がありましたけど、ワークショップをしていて、で、まあ、一昨年ぐらいまでは結構精力的にやって、まあ、去年ぐらいからちょっとコロナで、オンラインとかで、まあ、いろいろ試行錯誤はしてるんですけども、うんうん、まあ、まずね、3人でいろいろ企業にそれこそ出向いてワークショップなんかをしていますよね。うん。他に何か補足はありますか？それであれですよね、今回、その、一応プレイイベントとして札幌でもワークショップやったんですよね。はい、私もそれ見学させていただいて、うん、はい、ね、札幌の企業に出向いて、はい。出向いて、そう、やらさせていただきました。うん、あれはなんかね、芸術祭のためのいい導入になりそうな感じでしたよね。うん、そう。これなんか、皆さん、ジャンプしながら描いているっていう、ジャンプドローイングっていう。まあ、我々のそのワークショップの一つの特徴としては、とりあえず、みんなに作品を作って、アーティストとしての、ね、制作を少し経験してもらって、それでなんかみんなで公表してっていうのをもう一日でもう3時間でやろうっていう、そういう感じ、うん、結構観客を追い込むワークショップっていうのでそうでしたね、なんか売りにしてますよね。なんかこの時も、うん、まず竹林さんからこう現代アートの流れみたいな、流れというか、ここまでの流れみたいなレクチャーがあって、それで青山さんと原さんからも、またこう、ご自身の作品の話は1分で終了し、その後こう、現代アートは何かみたいなことをすごくわかりやすく説明していただいて、その後もう、はい、作品作るよみたいな感じになりましたもんね。そうですね。いきなりなんかわけわかんないうちにみんなジャンプしながら絵描いてみたいな感じで、こう、ジャンプしながらジャンプしてる人を描くっていうことをやると、やっぱうまく描けないんですよ。うまく描けないで、これ何やってんだろうっていう感じに、まず最初に、なってもらって、ね、それでまあ、アートってそもそもうまく描くことだっけっていうとこから話を始めるみたいなとこはありますよね。なんか補足あるかな。僕、このワークショップ参加したことあるんですけど、東京でやったやつ。うん、うん。その時に書いたお相手っていうのが天野太郎さんっていうね。飛んでたね、天野さん。そうなんですか。お互いに書き合った仲なんですよ、実は。天野さんと相田さんがジャンプしながらお互い書き合った。映像で残ってると思う。ぜひ見てみたいですね、それは。僕結構うまく天野さん書けたと思うんだけどね。天野さんがもし持っていれば、今でも持っていれば、ぜひ、こちらで見ていただければと思います。あれね、面白いよね。なんか体感が強い人はすごいうまく書けるし、うん、思い込みが激しい人はめっちゃ飛んでるみたいな絵になるんですよね。そうですよね。まあでもそのエクササイズがあるからこそ、こう、ちょっとなんか、アートってなんだみたいなことの、こう、規制概念みたいなのがちょっとこう、物理的に剥がされる感じがあって、身体的にというか。うん、で、そこからその、こう、お題をもらって、皆さん、
その時も、私が見た時はグループ制作をしてましたけど、うん、結構面白い。あのグループ制作がね、またミソなんですよね。あの、初めて、まあ、あの、この企業の時は皆さん、あの、顔をよく知ってる方同士なんですけど、例えば、一般に、あの、人を募集してやるワークショップの時なんては、まあ、初対面の人同士と即興でチーム組んでもらうんですね、うん、3人1組で。で、その人たちとって、あの、唐突に、こう、5分、10分で、あの、グループワークをしてもらって、で、3人でその作品のプレゼンをしてもらうっていう、その一通りの、ことをまあやってもらうと、結構その、ね、そのチームでやる意識によって自然と役割が生まれるんですね。こう作るの人、うん、得意な人が作る係、主に作って、プレゼン得意な人がプレゼンしてとか。で、なんかそういう、こう、突発的にこう作られたチームで瞬時に思考すると、意外とその、アート難しいとかっていうことを考えて暇がないので、自分でやれることをどんどんやろうとすると、終わってみたらちゃんとした、あの、アート作品を作って、かつプレゼンするっていう一通りのことが簡単にできてしまうっていう。まあ、なんかそういう、うん、そういうのもこの、あの、このワークショップならではの、まあ、成果なのかなというふうに思ってますね。うん、確かになんかもう間髪入れずに、あと10分で好評ですみたいな。そうそう。それがね、結構大事なんです。あたふたしてる。あのワークショップはその3人で、こう、竹林さんと3人で、こう、考えられたんですか？そう。うん。そうだね。そうですね。まあ、いつもそうですよね。こう、うん、集まって3人で、ああでもない、こうでもないって、こう、ブレストして、で、実際に必ずこう、アイデアが決まったら、自分たちで試してみますね。ジャンプドローイングだと実際自分たちでまずやってますよね。うん。うん、あ、で、これいける、面白いってなれば、採用みたいな。うん、へぇ、なるほど、なるほど、うん。ありがとうございます。はい。そんな感じです。はい。そしたら、じゃあ、相田さんにも、お話を伺っていいですか？相田さんがミュートになっているかもしれない。はい、僕の自己紹介。はい、あんまな、全然、あの、さっき打ち合わせをしてたみたいなんですけど、僕全然出れてなくてですね、あの、全然こう、全く流れと違うものになっている可能性があるんですけれども、そうですね。僕自身は、1976年生まれで、これか。これ共有したらみんなに見えるのかな？見えている？もしかして。あ、今出ると思います。あ、はい。で、まあ、美術のことを勉強していて、その後に、メディアアートのことを勉強し始めて、そして最終的には、まあ、教育普及というプログラムを作るような仕事になっていったっていうのが、根本的な、あの、お仕事です。まあ、作家としても、発表を続けているっていうか、まあ、検索していただければいろいろ出てくると思うんですけども、別に作家を辞めたということもなく、仕事もしながら作品を作ったりする。で、まあ、どっちも選べるっていう状況になっているのが、僕にとっては心の健康には非常にいい状態ですね。はい。まあ、あんまりこう、うまく全部説明するとなると大変なので、一旦こんな感じなんですけど。はい。まあ、1976年生まれという、今44歳ですね。はい。ありがとうございます。はい。44歳か。はい。ありがとうございます。はい。その、皆さんなので、こう、ご自身の作家活動と、まあ、例えばそういうワークショップを開いたりですとか、まあ、そういったお仕事としての取り組みもあれば、こう、いろんなところに入っていって、そのつなぎ役として、まあ、メディエーションですとか、そのラーニングのプログラムを開発したりとか、うん、そういったことをすごく多角的にされてると思うんですけども、なんかその、そういったことを、こう、作家としてやろうと思ったきっかけとか、なんかどういうふうに、その、最初からそういうことをやりたいというふうに思ってたのか、何かこう必然性があって始まったことなのか、そのあたりはどうですか、皆さん。じゃあ、原君から言って。じゃあ、いいですか。自分はまあ、もともと結構、なんだろうな、画家で食べていくのは当然、その、最初から難しいわけですよね。で、自分は、結構ずっと学生の時から、まあなんか絵を教えるバイトとかもずっとしていたりっていうのがあって、なんだかんだこう制作と並行してこう
教える仕事を食べていくためにする機会がずっとあったっていうのがまず一つあって、でまあそのやっぱり自分のやってることを人に伝えることで、まあその制作活動をまあ補うことができるので、いつの間にかこうなんだろうな、何か美術の魅力を人に伝えるっていうこととかが、まあもう日常的に身に染みついてるっていうところがあったんですね。で、まあ例えば美術館とかからよくワークショップの依頼なんかがあって、そういうのを やっていたんですが、まあこの、それがこの、青山悟さんと、あともう一人竹林洋一さん、まあその3人のこの活動を始めるきっかけになったときは、その竹林さんとの出会いが結構大きいですよね。この人が、やっぱりその、例えばアーティストが持つ思考なんかが、もっともっとこう、お金になる仕組みをこの日本の社会をもっと作っていっていいんじゃないかっていうようなことをおっしゃっていて、で、この例えばワークショップも実際、美術館から依頼されたりとか、あのそういうことはあるんですが、自分たちで、例えばビジネスマンに向けて、1から0から立ち上げるっていうことはなかなか考えるきっかけは、まあなかったですね。考えもしなかったというか、そういう時に、そういうこう自分たちで、あの、ゼロから立ち上げて、そのような機会を作って、しっかりそれをお金も回していくっていう、その仕組みを一緒にやっていくっていう、この出会いが結構今の活動につながるというか、具体的にこう、さらに活発化していく大きなきっかけになってますね、今のところ。なるほど。青山さんはどうですか？まあ、大体まあ、原くんとそこは一緒なんですけども、そうだな。でも、これね、昨日もちょっと原くんと割と遅くまでなんか喋っちゃって、どこまでなんか我々の、なんだろう、ね、我々だけの共通認識になっちゃってるのか、どこまで、どっから喋っていいのか。予習してくださったんですよ。予習するつもりはなかったんですよ、なんかね。盛り上がっちゃった。もう、すでに今、抜け殻みたいになってるんだけど。昨日はどういうお話したんですか？昨日はね、あ、でも、そもそも最近なんか一つワークショップやったんですよ。結構クローズな感じで、今コロナ禍で全然集まれないけど、なんかその、野外でワークショップできないかってことをあの考えていて、密にならずに、あの、全然危なくない形で、この緊急事態宣言下でもできることはないかっていうことで、駒沢公園をウォーキングしながらドローイングするっていう、なんか、プランを、まあ、立てて、まあ、結構、まあ、少人数でやったんですけども、参加者の人に GoPro でこう、頭つけてもらって、もうずっとその、歩いて描いてるところのプロセスをね、あの、撮って、で、それを、あの、まあ、早回しとかで映像にまとめて、それをなんかみんなで見て、反省会をするっていうのを昨日やってて、で、あの、でも結局ね、あの、これ、まあ、結論から言っちゃうと、僕にとって意外とこのワークショップとかやるっていうのは、もう制作とあんまり変わんないというか、あの、ワークショップを考えてること自体も、なんか、割とね、アーティストとしての作品考えてる脳みそと同じもの使ってるよなっていうのがあって、あと、アート作品の一つの、その、なんだろう、まあ、機能って言い方していいのかな、機能としては、やっぱりそれがなんかね、コミュニケーションのための媒介になって、まあ価値観の全然違う人だったりとか、普段だったら出会わなかった人と、やっぱりアートを通してなんかこう出会う、まあ、なされることがある、コミュニケーションがあるんじゃないかっていうのはいつも考えていて、はっきりワークショップも結構それだと思うんですよね。だから、そのワークショップを通じていろんな人のと、コミュニケーションしたいっていうのがやっぱり一番、大きいですよね。で、普段だったらやっぱりそのビジネスマンの方とかなかなか出会わないので、ね、我々もなんかね、もう僕も大学が44とおっしゃってましたね、さっき。はい。今年40、これいつも迷うんだよな、俺。47だよね、今年ね。俺、あのね、だんだん最近ね、年齢が分かんなくなってくるんですよ。分かります、そうなんですよ、ね。僕が47ですごい、すごい迷うんですよ。47なんですよ。48なのか、そうなってくると、何を言おうとしたんだって、今。いろんな方に出会うっていうお話されてました。だんだんなんか長く続けていくと、その、自分たちのなんか周りのね、美術界の、
狭いコミュニティの中での価値観に結構どっぷりになっちゃうところがやっぱりあって、うん、それはなんかあの年々そうなりがちな気が若干しちゃうんですよね。でそういう時に立林くんっていうね、ちょっと普段の我々だったらあんまり今までね、あんまり出会ったことないタイプの人間だったよね。だってなんか会社をいくつも持ってる社長でね、自分で起業もしててなんてね、なかなか縁がない人ですよね。なかなかね、そうそう、そういう人が突然来てワークショップやりましょうとか言ったら、やっぱり面白そうな。うん、ね。いきなりなんかさ、ヤフーの本社ビルとかでやったじゃない？そうそうそう。へぇー。だよね。とか、味の素の、あ、これ言っていいの？あ、トークで言っていいんじゃないですか？うん。味の素とかでやらせていただいたりとか、うん、なんか、アート活動をやってて、普段そういう人たち会うことないので、うん、でね、やっぱりでもその人たちが持ってる、こう、作品作ってもらうと、なんかこう、なんだろう、ね、なんか表現のさ、こう、うん、プロの世界であんまり見ないようなすごい表現がたまに生まれるじゃない。出ますよね。うん、ね、生まれるよね。多分なんか M1 の予選とかで見れるお笑いみたいなさ、あ、そういう方あんま良くないか。うん、でも、なんか、うん、でもなんとなくわかります、うん、はい、そういうのがやっぱりすごい楽しくて、なんか結構自分のためにやっちゃってるっていうのがすごい大きいかもしれない、僕の場合。じゃあやっぱりその作品、青山さんの場合は作品を作られてる時もその、うん、作品を介してコミュニケーションをしたいっていうことがすごく大事なこととしてあって、うんうん、で、それをそのワークショップという形で、うん、まあ、展開しているというか、うん、っていう感じなんですね。感じですよね。それにひょっとしたら、僕もあの、ちょっと前まではなんかね、あの、原くんと同じように結構タブロー中心でさ、制作してたんだけど、もうちょっとそのワークショップの影響みたいなので、こう、どっちかって言ったら、人とコミュニケーションを取りやすいような作品にすごく、転換してきてるような気は若干、展開してきてるような気は若干しますよね、最近は。それは、ぐらいは、うん、ワークショップをやった経験が、その、ご自身の作品にも、こう、うん、影響として返ってきてるみたいなことですか？うん、全然あります、うん。僕ね、一緒に、あの、お題を出して一緒にやってるんですよね。あ、そのワークショップの中で。ワークショップの中でやってて、結構無理やり、はい、作ってみるんだけど、すっごい難しいんですよね。あれは結構いい練習になってるというか、もう、うん、とってもじゃなくて見せられないダサ作とかもいっぱいできてるもんね。俺ね。へぇー。そんなつもりがさ、全然参加者の方がすごいよくできてる。難しくて見せられないみたいなのありますよね、うんうん。そういう経験がなんかね、今の制作に、この1年ぐらいの制作にすごい生きてる気がする。なるほど。そうなんですね、はい。ごめんなさい、なんか答えになってかな。まあ、でも、大也君あれでしょ、なんか、大也君は、分からないの分解を。うん。うん。そうですね、なんかこの、多分やっぱりこう、そういった、例えば、青山さんとか原さんが、そういった企業に、企業の皆さんとかやったりするときの、やっぱり一番の、こう、障壁になっているのが、その、アートはわからないっていう前提だと思うんですよね。で、それを、その多分、ワークショップでは、この、そのジャンプして絵を描くっていうのは、多分、こう、一旦、こう、身体的に、物理的に、壊すっていうか、うん、こう方法だと思うし、まあ、そういう方法を取らないと、次に進めないぐらい、まあ、何かこう遠いものだというふうに思われている、まあ、ことっていうのは多いと思うんですけど、でそれを、その、アーティストでない、こう、例えば、まあ、私のような、こう、ディレクターの立場とか、キュレーションの立場とか、実際にこう作品をその場で説明する、案内をする人だとか、まあそういう人たちはこう一生懸命こう噛み砕こうと、しているところはあるんだけれども、そのアーティストの側から、そのアートは難しいわからないに皆さんこうどう答えるのかなっていうのを私が、聞いてみたいところで。うん、そう、それで皆さんにもそのぜひ、そういう
難しい、わからないにどう答えていくかっていうのをお聞きしたいなと思ってたんですけど、なんか、そう、それで、相田さんが、わからないを分解するっていうことのご提案を用意してくれたということなので。いいんですか、いきなりこんな、そんな始まり方で、なんか無理やり言ってもらって。田村さんって作品作ったりとかしないんですか、自分で。私は学生の時以来は作ってないですね。あ、そうなんですね。あ、はい、学生の時は作ってたんだ。学生の時は、芸大にいた時は作ってました。どんな作品なんですか、ちなみに。しっかりしょ、いじり始めた。めんどくさいかもしれないですけど。いえいえ、なんか、在学中は、その、まあ、言葉とか文字とか、文字と意味の関係とか、やっぱりその言葉がすごく、気になっていて、それ通訳翻訳を仕事にすることを決める前だったんですけど、その後そのアーティストという活動でなく、通訳翻訳をツールにやっていこうって決めるんですけど、言葉をテーマに作っていたんですが、そうなんですね。なるほど。でも、卒生は、ミュージアムショップを展覧会会場内に作って、同級生の卒業生たちの、卒業制作のポストカードを作って、来場者に売るっていう作品でした。それ、ね、すごいメタ目線で面白いですね。東京都美術館でやったので、東京都美術館のミュージアムショップを真似たショップを。結構儲かったんですか、それ。いや、全然。すごい儲かってたらめっちゃ面白いんだよね。でも、作品だと気づかずにポストカード買ってください方とかいました。そこは面白いですよね。なるほどね。あ、すごい面白い話聞いちゃったな。初めてちゃんと話しました。すいません。じゃあ、ちょっと僕もなんか今の話を引き受けられるかどうかわかんないですけど、ちょっとだけ、どのぐらいかな、時間15分で収まればなんとかっていう感じなんですけど、ちょっと、でも結構面白いプレゼンができたような気がしたんで、昨日の夜から、うん、ちょっとやりますね。お願いします。これで、これで、オレンジ色の画面が見えてる状態ですかね、今ね。うん？今ね、ちょっと、多分、あ、大丈夫ですね。はい。じゃあやりますね。うん。はい。わからない、の分解ということなんですけども、まあ、ミュージアムエディケーションというかね、こういった創造性と教育みたいな話を、領域として、まあ、長いこと活動してるとですね、やっぱりこう、いろんな巨人というのがいましてですね、まあ、やっぱりこう、佐藤正彦先生というね、KOSFC が芸大に行って、まあ、退官されたのかな、退官されるのかな、なんか佐藤正彦という、まあ、CM のプロデューサー、CM ディレクター、兼教育者のクリエイターがいるわけですけれども、彼の著作に新しい分かり方っていう本があるんですよ。うんうん、で、まあ、それを見て、ちょっと同じことをやってても絶対ダメだと思って、僕はちょっと分からないってことをずっと考えなきゃいけないんだっていうふうに、ある時思いまして、で、いろいろこう考えるっていうことをしてたんですけれども、まあ、ざっくりですけど、こんな感じで、分けられるんじゃないかな。分かるっていうのは、つまり分けるってことなんですが、当たり前ですけど、例えば人間っていうのはその海と川を分けますよね。たくさん水あるもの。でもその実際には海と川には境界線がバッチリ引かれてるわけではないんですけど、なんとか分けなきゃいけないから分けるんですけど。で、まあいろんな分からない方があるなというふうに思って、で、まあ文字が分からんっていうのはまあ一番最初のところかなと思います。映画メッセージという、まあ英語だとアライバルっていう、まあ、映画がありますけれども、テッド・チャンというSF 作家が原作なんですが、これ宇宙人がやってきてですね、まあ、なんだかよくわかんないけど、コンタクトしてくるわけですね、人類に。で、まあ、こういった、中に、宇宙船の中に入るとですね、人間に対してこういうのを、墨で書いたみたいなものを投げかけてくるっていう。で、これが初め何なんだかよくわからないんですけど、どうやら文字らしいということが分かっていて、で、人類がそれを分析、解析していくと、なんか同じ形があるぞみたいなことを、発見し始めて、それをなんかこう分解していくと、まあ、あるメッセージがね、与えられていたということがわかるというものなんですけど、まあ、宇宙人がもしいたとしたら、まあ、文字を使ってるかどうかもわかりませんけれども、まあ、その文字っていうのが、まずわからないと始まんないですよね、ということが一つあります。で、
次に、言葉がわからないっていう問題が出てくるんですけれども、例えば、こう、あの、ね、ジョセフ・コスースの有名な作品、Five Words in Five Colors という、まあ、すごい僕が大好きな作品があるわけですけれども、5つの色で、5つの文字、言葉でっていうふうなものになってるわけですけれども、これは、まあ、Google 翻訳が可能な言葉っていうことで、いろいろやってみるわけですね。そうすると、まあ、英語があって、で、まあ、単語っていうことでいいと思うんだけど、まあ、Google 翻訳かけると、そのまま言葉ってなっちゃいますね。で、まあ、韓国語だったりとか、次、何語かわかります？これ、田村さんとか。わかってしない。今方、ダランリマ、ワルナ、みたいな。わかんこれはない。ね、インドネシア語なんですけど、インドネシア語はアルファベット使えるから、なんとなくこう読もうと思えば読めるみたいな感じなんですよね。で、その次、チェコ語とかになると、もう発音すら全然わかんないし、もうタイ語とかだと、どこで文節が分かれてるのか全然分からんっていうことになってきますよね。で、まあ、シンハラ語とか、アムハラ語、これはエチオピアの言葉らしいんですけども、あと僕が好きなのこのグルジアの言葉の文字めっちゃ可愛いなとか、いろいろあったかわりいい。して、で、まあ、最後、ラテン語なんですよね。で、まあ、ラテン語が、まあ、世界共通言語として一時期は、あったわけですけれども、でもまあその当時っていうのはおそらく文字が読めなかった人たちも結構いたはずで、で文字が読めないとなったりすると、先ほどの Five Words in Five Colors という作品はどういうふうに読めるんだろうか。例えばハエだったらあれは文字だということは認識できないはずだから、まあ5色っていうものが、色が分かれている発光体があると、もにゃもにゃしている発光体があるというふうに見えるだろうし、で、まあとりも直さず Five Words in Five Colors というあの作品を読むと、僕が英語を理解している人間であるということをまざまざと見せられると、見せつけられるということで、僕は結構好きな作品なんですね。で、まあ、あと、じゃあ次、どんどん飛ばしていきますが、単語がわからんという話がありますよね。言葉の構造はわかってるんだけど、単語が難解すぎて意味わからんっていうのがあると思うんです。で、これはまあ、経済的な、金融のね、商品についてのある説明書きっていうのを、英語がまず左側にあって、で、まあ、合成 CD 用途は何ですかみたいなことで、ブラ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 って書いてあるわけですよね。で、まあ、何か、その、言葉の文章の構造自体はね、なんとなくわかるわけですよ。で、が、しかし、じゃその単語自体が意味がわかんないと、全く意味が取れないっていう問題が出てくるわけですよね。これ、専門用語、まあ、テクニカルタームって呼ばれてるものがわからないっていうことがあって、まあ、こう、これは比較的よく起きることです。まあ、Google 翻訳と DeepL で、それぞれで翻訳してみたんですけれども、まあ、どっちにしても分かんないな、みたいな。翻訳の問題だけでもないっていう話が出てくるだろうと。で、結構そこら辺はアートの現場でもよくある話で、まあ、美術史の中で使われてる単語そのものが意味が分からないと、それだけでこう、興味なくしちゃうみたいなことが起き得るわけですね。で、あとは次、文脈が分からんっていう話があるんですけど、文脈がわからないのはいろいろなやつがあって、歴史上の知識がないとかもいろいろ文脈なんですけども、僕が結構好きなやつ、これなんですよ。その昔2チャンネルで投稿された、モスバーガーの綺麗な食べ方っていう日本語の文章があって、これちょっと読んでみてもらってもいいですかね。意味がわかんなさすぎてめっちゃ面白いんですけど。おいおい、知らないのかよ。いや、地元で、あ、ごめんなさい。左側の、ごめんなさい。左隣側のをまず最初に読んでいくって感じで、まおいずおい知上らなのいのか。右手と逆逆のの、角を持つそん、だろう。そんできちんと箸を重ね、くるっと向きを変える。で、下の尖ってる部分が出るように、反対側から持って手前に回す。ぴったりにだ。するとちょうど開くから、そこからおもむろにがぶり。これで絶対袋にたまらない。バッチリです。って書いてあるんですよ。で、これが脳内で再生できる人がほぼいないってことですごい盛り上がったら、それに対してまたさらに、右側のやつを同じ人がね、書いてきて、いや、地元では有名な食い方なんだが、本当に知らんのか、もしかして俺釣られてるのか、で、まず袋を開けるだろう。そうすると最初丸くなってる四角なわけだ。袋だから。で、この上の左手で持ってるところの端と右手で持ってるところの逆の端を重ねるだろう。で、くるっとやるとちょうど来るわけだ。下のところが。お前らの言うソースのよく溜まるところ。で、ゆっくりと回すんだ。きちんとな。ぴったりと。そうするとさっき逆だったところ、両方が開くから本当じゃなくてそっちから食え。つまり今開いたところな。わかったかって。もうこれ意味わかんなさすぎて、めっちゃ面白い。わかんない。全然わかん全ない。然わかんないですよ。で、これがすごい、バズったっていうね、昔ね。
そういうことが起きうるってことなんです。つまり、こう書いてある単語のどこにも難しい言葉は書いてないわけです。で、日本語で書いてある一応文章の構造は成り立ってるわけですよ。で、文章の構造としておかしいわけでもなく、単語も全部書いてあることがわかるのに、メッセージの意味が分かってこないっていう、この、分からなさっていうのがすごく面白いなっていうふうに思っていたりします。実はこれアート作品の中にもあるかもしれないというのは感じたりしますね。で、次行きます。あるかも。これはですね、パワーズオブテンという、まあ、イームズ夫妻によるすごい有名なサイエンスフィルムなんですけれども、まあ、これは、有名なので見たことある人がいるかもしれないし、まあ、パワーズオブテンというので検索すると YouTube にも、アップロードされているものもあるんですけれども、まあ、すごく巨大な視野角までずっとこう、視点を上げていくと、千光年というようなサイズで、これ一個一個光ってるつぶつぶみたいなものが、一個一個が星雲なんですけれども、星ではなくて星雲ですね。銀河星団とかね、そういったものなんですけど、片や右側でその分子レベルまでずっとクローズアップしていくと、また同じようなつぶつぶみたいなものが見えてくるみたいなことで、すごいでかいものとすごいちっちゃいもので同じような風景が見えてるんだが、もしこれで共通の話題を話していたとしても、実は見えてるスコープが全く違うよという話ですね。で、例えばなんか一言で合理的っていう一言があったとしても、どんなスコープでの合理的なのかが一致してないと、まあ問題が起きるっていうのは、これはまあ経済学の話とかでいう合成の誤謬っていうような話なんですが、で、例えばまあもうちょっとサイズだけの話じゃないってことで言うと、その原子力明るい未来のエネルギーって有名な看板がありますよね。で、これが、ね、原発事故前と原発事故後では当然違ってくる。で、原発事故前でもさらにもっと前の、原発建設を決定していた時代と、また311の直前ぐらいでもまた意味が変わってきてるわけですよね。だから分からないと分かるの間には実は文脈の有無があって、で、その、共有できる思いもあるんですよ、実はこれは。例えば地域コミュニティのことを大切にしたいんだっていう思いは一致してて、例えば原発賛成側も反対側もね。賛成側としてはやっぱ経済をきちんとつなげていかないと未来につながらないじゃんと思うし、反対側の人からしたらなんか事故が起きたらこれ未来につながらないじゃんっていうふうに思ったりするわけですけれども。でもまあこの事故が起きた後においてはこれの文脈っていうものがまた新しく追加されてしまうというようなことで、あると。で、まあ実はでも、これ文脈を全員共有していいって話ではなくって、人それぞれが文脈違うからこそ解釈の多様性も生み出すんじゃないかなっていうふうにも思っていて、で僕はまあアートを読み解くときの面白さっていうのはそこに解釈の多様性がある。つまり一人一人が、見る一人一人が全然違う文脈を持っているっていうこの現実が、鑑賞の面白さを担保してんじゃないっていうふうに思っているというところになります。うんうん、はい。で、次。わかるはずと思っていないっていうね、もあるんですけど、なんか数式無理みたいな話ですね。実効再生産数数式っていう西浦モデルと言われてるね、まあ、有名な西浦教授が今そのコロナの再生産、実効再生産数っていうものをモデル化して、非常にいい、まあ、学術者会議とかで話をしてるんですけれども、まあ、これ当然僕にはわからないわけです。うん、これ結構ちょっと長いこと見るのはしんどいっていうね。でこれ分からないって言葉があるから思考をキャンセルできますけれども、もし僕が分からないという単語を持っていなかったらこれについてずっと考え続けなきゃいけないっていう非常に大変なことになるわけですよね。地獄みたいな。だから分からないって一言は非常に有効で、分からないって言ってしまえばこれ以上考えなくて済むっていう解放されることができるんですよね。これ非常に難しい式なんですけれども、簡易的に求める方式、式っていう、数式っていうのはこちらになってて、まあ、これでも俺わかんないですけど、まあ、とにかく問題の根源としては、人間に理解可能な記号として書かれているはずなのに私にはわからないという現実なんですね。まあ、数式っていうのは人間がわかる形に、落とし込んだものだということだけはわかってるわけです、我々は。しかし、それが分からないということに対して、まあ自分に問題があるんじゃないかっていう気持ちになっちゃうということなんですね。で、これはかなりアートにおいても起きうる話で、例えばミニマリズムの、作品なんかを見たときに、なんかこう、人間が人間に対して分かるように作っているはずなのではないかって思ってしまうと、なんかね、
これを見て。わからない、自分が悪いみたいな。そういうふうな気持ちになっちゃうと、これはアートファンを減らしていくことになりますよね、と。まあ、よく言いますよね。私のセンスがないからとか。そう。アート知らないからわからない。絵心ないからわからないとかもね、言ったりするかもしれないけど、はい、まあそういうことなんですよね。で、まあちょっとこれはちょっと別の研修で使ってたやつだから、そうか、YouTube がリンク消えちゃってるので、あれですけども、ちょっとこれ、子供向けのプログラムを開発するときによく使ってた、初めて箸を使うロシア人の女の子の映像とかなんですけど、これちょっと再生できないか。あ、できなくなってるね。まあ、とにかく、カラスとかも、よく観察してみると、どういうふうな行動原理で動いてるんだろうみたいなこととかが、よくよく見てみるとわかるみたいなことがあるんですよ。で、つまりわからないはずだと思ってしまっているとわからないんだけれども、わかるかもしれないと思ってみればわかるかもしれないっていうことが起きるというところなので、まあ、理解してるという人間の幻想かもしれないんだけど、そこら辺はちょっと僕は、ちょっと面白いなと思って、興味深いなというふうに考えています。で、次。分かりたくないっていう問題もありますよね。例えば、僕、タバコ吸わないんですけど、タバコ吸う人たちのことをめちゃくちゃ毛嫌いする人のことを毛嫌いしてるんですよ。意味分かりますかね？はい、分かりました。禁煙運動をやりすぎなんじゃないか運動っていうのを、一人でやってるんですけど、で、まあ、これ、まあ、これダミアン・ハーストの作品ですけれども、火葬場っていうね、作品ですね。巨大な灰皿に、たくさんの吸い殻が捨ててある作品ですけれども、例えば、タバコを吸わない人は、タバコを吸う人のことを敵視する傾向があるわけですよね。で、なんかこう、相手を排除する以外の対処を想像しづらいって問題があってですね、これ結構差別問題とか宗教問題、宗教戦争とかも含めて、なんかこう、分かりたくないっていうメンタリティ、注意が必要なんじゃないのっていうふうな気持ちがあります。でもそれは、先ほどのそのアート、分かんないなって思ってしまった私が悪いんじゃないかみたいな気持ちの呪いがですね、発行して、もう分かりたくないっていうか、分かりたくもないっていうことですね。そういった拒否につながっていくということかなというふうに思います。あと、分かったつもりになっている問題もいろいろありますね。例えばこのモナリザという、まあ、超有名な作品ですけれども、実際はこう、眉毛がないこととか、まあみんな知ってるけど、左手首を右手で隠してるよとか、ウェールを実を被ってるよとか、背景に橋があるよとか、座ってるの窓際というよりコテージのような場所、後ろの手すりの欄干根元のような箇所があるみたいなこととかは、意識しないと見落としちゃうわけですよ。モナリザ、ああ、知ってる知ってるとかっていうふうに思っちゃうと、まあなかなか見ないっていうことが出てくるので、ね、こう、分かったつもりになっちゃう問題っていうのが出てきます。まあ同じようなことを小林秀夫という評論家が言ってますけれども、道端に咲いてるスミレをスミレだと思った瞬間にもうよく見なくなっちゃうよと。でもこれスミレじゃないかも、スミレって言葉を排して見てみると、ディティールがよく見えてきて、あ、こんな風に端っこ白いんだとかね、なんかこう、葉っぱの形こんな形してるんだみたいなことを改めて、発見できたりとかするということになると思います。これは結構、美術においてもよくあることなのかな。まあ美術だけじゃないか。なんかいろいろありそうだなとは思っていますね。ただまあ、原理的には、まあ本当のことまで分かり得ないけれども、分かったことにできるっていう回路が脳みその中にあるということも指摘されてますね。脳の機能の一つとしてね。相手に分かったこと、まあ、相互にね、お互いが分かったことにできちゃえば、まあ、分かり合ってなかったとしても分かったことと了解できるというね、まあ、嘘でもいいからっていう言葉僕好きなんですけど、嘘でもいいから分かったことになるみたいな、そういうのが好き、面白いなと。まあ、問題が起きなきゃそれでもいいんじゃねえのみたいな気持ちにもなることがありますが、まあ、いつか問題が起きることもこれありますよね。で、実は分かるっていう問題は、分かる分かんないっていうのは、インプットじゃなくてアウトプットの話なんじゃないのみたいなことですね。リチャード・ファインマンという、数学者の人が、作れないものは分かったとは言えないっていう言葉を最後の言葉として残して死んでいったんですけども、作れるってことは分かってるということでも言い換えることができるんですけど、アートの世界でこれ通用するのかなみたいな気持ちがあって、久保田明宏さんというアーティスト、まあ、玉美の先生ですけども、アーティストは分かんなくても作るんだよみたいなことを言ってましたね。非常に僕はそれが好きなんですけど、
これよくあるパターンですよね。アイディアっていうものがアーティスト持ってて、それをアートワーク、作品に対して、投影して、それをオーディエンスが見る。つまり、これはオーディエンスとしては作品を通して、アーティストの姿、そしてその奥にあるアイディアっていうのを投資していくという形で理解するんですけども、本当なんですかね、これっていうことなんですよね。で、実はアーティストよくわかってないまま作ってるかもしれないなと思っていて、結果観客がいろいろと考えたり解釈したりするのを眺めて徐々にアイデアの全容が立ち上がってくるかもしれない。そのさっきの、こちらのようなやつだと、アーティストがアイデアを後ろ側に持ってるんじゃなくって、実はアーティストは作品をまず作っちゃって、それをオーディエンスがいろいろ見たりとか喋ったりとか考えたりとかしてるのを通じて、アーティストこそ、オーディエンスの向こう側にイデアみたいなものを見出してる可能性もあるぞと。で、僕は、まあ、作家としてやってる時もそうでしたけれども、今の仕事になってからも、このオーディエンスとアートワークの間に起きてることっていうのは非常に興味があるということになるわけですね。はい。じゃあ、相田さん的には、その、うん、どっちの感覚に近いんですか、さっき。僕が自分が作るときですか？はい。僕が自分が作るときは、もう完全にこっち側ですね。自分ではよく分かってないけども、まあ、大体調べたら分かることは多いんですが、それでも分からないから作るみたいな感じで、だからいよいよ分からなくなったから作るみたいなパターンですかね。で最初にね、田村さんが問題提起してた、うん、どこで完成するかっていうのは、そのやっぱり観客、そうそうそう。投げてから完成するってこと？そうですね。僕的にはそんな感じがしてました。まあ、もうこれ最後なんですけど、はい、いいですか、ね、はい。はい。お願いします。まあ、相手とか作品といった対象のことを理解するということではなくて、なんか自分なりになんか考えられる状態のことが分かってるってことなのかなというふうに、まあ、考えられる状態のことですね。で、そこで、かつてミュージアムエデュケーションについて最も大切なことは何ですかって聞いて回ったときに、僕が、これ、マドリッドかなんかで聞いたときに、その施設の、ディレクターが言ってたのは、キープアクティブだと言ってて、これだと思ったんですね。つまり、お客さんがアクティブな状態をキープし続ければいいんだよっていう話。だから何かを教えたりとか何かを伝えたりとかしなくて全然いいよって言って、で、実はこれ調べてったら、これ2007年の9月10日だったんですよ。この言葉を聞いたのはね。写真を調べていったら。それは僕の31歳だった時なんですよ。お、うん、なんとここで。そうなんですよ。この間、なんか31歳の時何も俺には起きてなかったって話をしたんですけど、この間。そう、だけど、僕31歳の時一番大事な言葉に出会ってるっていうことにさっき気づいてですね。ほら。へぇ実は誰も分かってないかもしれないなっていうことね。分からないことについて考えるのは面白いけど辛いっていうことも含めて、はい。で、これで僕のプレゼンテーションを終了するという感じになります。すいません、ちょっと長く話しすぎましたが。ありがとうございます。はい、いや、そうですよね。この前、サイアフラウンジオンラインの、会に皆さんがアーティストとして来ていただいたときに、なんか31歳の思い出を、披露し合うみたいになりましたけど、相田さんだけ、お、別に、みたいな感じで。人生で一番大事なこととか言ってるから。そう、思い出せなかったんですけど、ね、それが31歳だったとはっていう感じでしたけどね。へー。あれ、時間もあれだから、田村さんのその質問に少し答えていきましょうよ、うん。なんかリストアップしながら。うんうん、あ、ぜひお願いします。うん、その、でもさっきのその相田さんの、プレゼンにもあった、その、作品が分かるっていうことはどこで起こるかみたいなのは、うんうん、青山さんと原さんは、どうなんですか？それが結構なんか私のその最初の質問にもつながるなと思って、その作品がどこで完成するとするかっていう。うん、例えば今実験しましょうか、一つ。僕ね、今日作った作品あるんだけど、これね、作品とも言えない。謝罪しても辞任しても構造的差別はなくならないよ。根本を変える態度を見せようよ。大人だろって余計な一言だなって消してある。これ刺繍でできてる。刺繍のマスクなんだけど、はい、これはなんかすごい作品というのは素朴すぎるけど、じゃあこれはどこにね、どうなるんだっていう話ですよ。うんうんうん、
じゃこれ時点自体でこれがもう今ね俺にとっては完成なのか、うん、それか今これ写真撮って SNS に載っけようかこの場で Facebook に上げましょうか、うんうん、で Facebook に上げた時点でこれが完成なのかとか、うんうん、これ結構待ってな、あれしようかな、うん、アップしてるアップしましたね、うん、つぶやきのマスクだからこれはこの作品に関してははっきり言って俺もあの分からない。これに関してはちょっと正直どこでその作品になって、うん、ならないのか、どこで完成で完成じゃないのかちょっと分からない。この作品の、うん、あのうん、まあ言ってみたら運命みたいなものに関しては、うんうん、だけど一方でなんかすごいやっぱり分かってる作品もあって、これもうこの時点で完成だってスタジオの中でもう完全に完成しちゃってる作品は、うん、だから作品の質が違うと思ってて、で原くんなんかさっきね言ってたじゃない、ほらなんかスタジオにあるものが外に行って初めて作品になるんだって、うん、あ、それはその自分があの大学院の学生の時に、立畑明さんの授業で、学んだことで結構印象に残っているもので、立畑さんはこれ多分ベンヤミンかな、何か引用してたようなちょっとうろ覚えなんですけど、なんかアトリエの中と外の話で、画家の作品がアトリエの中にあるうちは、まあ、つまりあの誰にも目に触れないわけですよね、うん、誰の目にも触れてない段階というのはないに等しいから、作品というのは、まあ、そのアーティスト画家の 主体の中にあるっていう話 で、うん、でアトリエの一歩外に出し、つまり、まあ、作品発表する、もしくは誰かの手に渡すっていう、うん、一歩外に出した瞬間にそれはその作品が客体に変わって、その、まあ、つまりアーティストの手元を離れて初めて世の中に作品として成立すると。だからなんか、まあ、その立畑さんがここで言いたかったのはアトリエの中から外になるときにアーティストがその外に行った瞬間にアーティストはその作品に対して言及できない、つまり自分以外のものの手に渡るっていう考え方なんですね、うんうん、だからそうするとちょっと難しいかもしれない、その主体とか客体って言うと難しいですけど、アトリエの中にあるうちは自分のもの、まあ、つまり作ってる最中だ、どこが作品どこまでかっていうのも自分で全てコントロールできるけど、一回その出した瞬間にあの作家は責任を持って何も言えなくなるというか、その、うん、見る人の手に委ねるっていう考え方で、これがなんかこの考えが正しいか正しくないかっていうのは別にしても、結構この印象的で、結構その後もずっと自分のアトリエの中にある時の段階っていうのが比較的、まあ、作品を自分でコントロールできる時間で、外に出す瞬間に自分はもう何も言えないように、もう評価というのは自分以外の人がするものだっていう考えになりましたね。作品の運命、うん、だけど、それもなんかさっき話してて、ちょこっとなんか最近やっぱり変わってきてるなっていうのはあるよね。そう、だって今、例えばじゃあこれ、このね、今、この今自分のアトリエなので、制作中の作品とかがこう実際あるわけですよ、うん。で、こんなのまだ出すかどうかも決めてない。つまり世の中のものにするかどうかも決めてなくて。うん、こういうね、今こうメディアがどんどん進歩していく中で、こうやってまさにこのパブリックな状況に、この自分の、言ってみれば、その話で言うと、主体が、主観が、パブリックにさらされている状態っていうのは、じゃあ果たして、この作品をどう捉えるのかっていうのはなんかね、むしろ例えば、相田さんとか田村さんにお聞きしたいというか。うん、なんか、つまり今のこの原さんのスタジオが映っている状態は作品発表なのかみたいな。そういうことになっちゃいますよね。でも、ね、今例えば、ね、その中継を、スタジオを中継するなんてことは昔はなかったわけで。ありえなかったわけですからね。うん、ありえなかったわけだし、SNS でも昔はなかったわけで、そういう意味じゃ、なんかね、アトリエの、あと、ね、スタジオと、その、プライベートとパブリックの関係っていうのはかなり揺らいでてて変わってきてるから、うん、必ずしもその、前言ってたね、その、ベンヤミン的な発想の、うん、その話はちょっと今の時点では成り立たなくなってるのかなと思って、でもなんかそのあえてそこでその観客目線でその話を見てみると、やっぱりその先ほどのわからないっていう、まあ、いろんなこう理由でわからない、もしくはわかりたくない、わかるのがめんどくさい、もうなんいろんな状態あると思いますけど、なんかそういう人からの目線を考えてみると、やっぱりその作品がこう外に出た時点で、作家の手を離れて一人歩きするものなんだって
で、そこからは、その観客との関係において成立するんだみたいに言われると、やっぱりその、こう、いきなり丸投げされたみたいな感覚になる人もいると思うんですよね。うん、その、そんなこと言われてもみたいな、あの、うん、そんな作家の手を離れたとか言われても、あなたが作ったんじゃないんですかみたいなことを思う人もいるだろうし、で、そこを、その、どういうふうに、あの、観客の立場の人たちに面白いと思ってもらえるかとか、どういうふうにそこが、その、要するに、怖いとか、ちょっとそれは私じゃ無理かもって思わせずに、そこが接続できるか、みたいなことを、を、うん、やっぱりその作家の立場と一緒に考えないといけないのかなって思ってるんですけど、うん、そこがだから結構多分あれですよね、多分この考え方、ベンヤミンの考え方で言うと、おそらくアーティストは言及しないものだけできないからこそ、例えば評価があるということですよね、うん、つまり例えばその時に批評であったりキュレーターやメディエーターっていう人がもしかしたら力を発揮する、でそこにはアーティストが発言しない方がより自由に客観性が持てるっていう考え方もあるのかもしれないですね。原くんってさ、作品すげえ発表したい人、うん、あと説明したい人、うん、説明したい人、自分の作品。ああ、いや、あんまで説明しないかもしれないですね。それはでも、この絵っていうメディアが比較的分かりやすいっていうものに守られてるっていうのもあるのかもしれない。俺はね、あの、知っての通り、めちゃくちゃ発表したくて説明したい人なんですよね。うん、この1年間だって俺全作品 SNS にアップしてるじゃん。うん。うん。だからそれはやっぱりそれくらいなんか多分人によって違うかもしれない、ね。でも青山さんってその、お客さんが見た時のリアクションもめっちゃ聞きたいんじゃないですか。聞きたい。ですよね。だから、言いっぱなしで終わりたくないっていうか、その、無反応な観客に対して、ただ言いたいだけなわけではないっていう感じがするんですよね。うん。聞きたい、聞きたい。あの、作品、うん。あるじゃないですか。はいはい。裏方鑑賞一回やってもらって、あれって基本的にね、作家の手を離れて、それでもってね、あの、好きなように、やっぱり作品をね、こう、喋ってもらってっていう。で、そこで多分、終わって、作者にはそれ持ち帰らないで、で、観客は観客でその経験を持ち帰ると思うんだけど、俺やっぱりね、気になっちゃうから、後ろ聞いてたもん。うん。後ろ聞いてたし、やっぱり最後に、あの、最後に作者が登場する、ベンヤミン参照みたいな。一応禁じ手ですけどね、なんかね。来てる作家しかできないじゃないですか。うん。うん。死んだ作家はできないけど、生きてる作家はそれができるし。うん。うんでも面白いんですよね。それって本当に自分が思っても見ないようなことを言ってるってこと自体は、基本的に喜びになるのかなと思うんですけど。まあでもみんなすっごい深読みしてて、うん。うん。いい方に深読みしてくれてて、なんかもう聞いてるこっちとしてはもう、なんか、こそばゆいしかなかったけどね。多分経験が、なんか、自分の最初になんか制作に戻ってくればいいなっていう、うんうんうん、俺の気づかないところにね、気づかしてくれたりとか、うん、まあ、俺はどうなん、あ、クリエイターとか、メディエーションっていう考え、観点からいくと、やっぱりアーティストにもっと発言を、作品の説明をしてほしい、もっと見るお客さんとアーティストをもっと近づけたいっていうふうに思う方の方が多いんですかね、それともアーティストは出てきてほしくないっていう人も、キュレーターなんかもしかしたら、いそうですけどね。いいないでしょう。そんなことない。ごめん、俺、鬼滅した。まあ、基本的にはやっぱり、その、観客の人とかは、やっぱりそのアーティストが何を考えてたのかっていうのが、こう、絶対的にあるものだと思っていると思うので、うん、あの、それが、まあ、答えみたいなことをイメージしてると思うので、うんうん、あの、それは、あの、こう、その答えを知りたいみたいな気持ちを持ってる人はたくさんいると思うんですよね。うんうん、でも今のお話聞いてると、別にそのアーティストがその最終的な正解を持ってるわけでもなく、その、つまりその、理解できるかどうかみたいなことはそもそも前提になってないというか、うんうん、あの、部分もあるので、なんか、そこをいかにその、答えがあると思ってくるお客さんと、そうですよね。共有できるかみたいな。うん。原さんの質問に対して答えるならば、
そのお客さんがどういうアートを見る経験がどのぐらいあるかによって違ってくるかなと思ってて、で本当にそのアイチョリエンダーレとかでは、本当に地域のお祭りとして来てる人たちは、初めてこれで美術館に、ちゃんとした美術館初めて入ったっていう人たちも結構いっぱいいるので、うん、そういう人たちにアーティストの考えはこうですよって伝えてしまうと、結局答えがあるもの、答え合わせをするために作品を見るんだっていうことの逆学習がすごい進んでしまうんですよね。そうですよね。うん。だから、なるべくそこでは、アーティスト登場しないっていう方が望ましいかな。つまり、アーティストの言葉ってすごく強いので、うん彼らにとってはね、ああかな、こうかなって考えてるのに対して、アーティストがこう言ってしまうと、いや、そんなつもりないんだけどっていうぐらい、めっちゃ、あ、答え分かった、みたいな感じになっちゃうんですよ。でそれは、ものの見方をすごく狭めてしまうから、でも、アーティスト、まあ、作品よく見た経験のある人たちは、まあ、アーティストはこう言ってるけど、俺にはこうだ、みたいなことを言えたりするから、そういう人たちには、なんかアーティストの考えも一つのワンオブゼムで伝えていくっていうことはしますね。そうです。それすごい大事で、うん。なんか俺も喋る、俺も、まあ僕もね、まあ喋るのがすごい好きだけど、あまりにもやっぱりなんかこう、一方的な作品の解釈しか与えないような喋りってやっぱり良くないなっていうのはあるん、うん。なんかさ、わからない作品とかの一つも、まあ一つさ、作品がわからないっていうのは一つの可能性として、良くない作品の可能性があって、うん。うん。単純にね、単純にいい作品じゃない可能性があって、なんでいい作品じゃないかっつったら、作品が持ってる入り口がすごい少ない場合があって、うんうん、作品ってやっぱりいろんな入り口があればあるほどなんか多分いいと思うし、それはなんかおそらくね、キャリア重ねるごとに、作家が、俺31歳ってほら、若い感性こそがいいんじゃねえかみたいな話してたんだけど、前のトークでね。はい、でも逆になんか年取ってよくなることっていうのは、やっぱりその入り口がどんどん増えていくことだと思ってるんで、うんうん、で、その入り口がひょっとしたらすごい自分の喋りによって狭められてる可能性とか、うん、自分自身がなんか別の入り口を発見できないような、そういうような状況にするのは良くないなっていうのはあるんですよ。だから、俺、結論から言っちゃうと、俺はやっぱりワークショップをやっても、アートメディエーションみたいなものと考えても、やっぱりその、どれくらいなんか作品の入り口っていうのを増やすかっていうところ、うん、そこになんか尽きるような気がしていて、うん。うんそれはじゃあ、まあ、作品を作るときも、こう、意識的に設定するものなんですか？意識的に、意識的に設定してるかもしれないです、最近は。うん。うん、例えば、まあ、でも設定できてないのもあるけど、例えばでも、この作品とかなんて、作品と言えるかどうかもわかんないけど、簡単っちゃ簡単な作品だと思うんですよ。うん、誰でもなんか理解できるし、なんか物語、うん、物語もあるし、時事に反応してるし、うん、でも一方で、なんか例えばこれが刺繍であるとか、ミシンである言語とか、うん、僕の持ってるバックグラウンドとか、そういう入り口が加わることによって別のものになる可能性っていうのはやっぱり残してるし、うん、やっぱりそれくらいのことは多分意識しながら制作はしてるかなっていう感じです。うんうんうん、なるほど。で、うん、もう一つそのお伺いしたいのが、やっぱりその、こう芸術祭っていうこの枠組みの中でそういうアートメディエーションっていうこととか、その、まあ、観客にといかにこう、それこそ入り口を設定していくかみたいな時に、うん、先ほどもちょっとお話したんですけど、まあ、もう一つ難しい問題としてあるのが、まあ、そもそも現代アートの持っている性質として、万人に理解されないかもしれないっていうことがあるわけですよね。そもそも作家の人が、まあ、万人に理解されることを前提としてないとか、必ずしも美しいもの、楽しいもの、娯楽として楽しめるものじゃなくて、でもそれを、例えば芸術祭でやろうとするときって、やっぱりそれがより多くの人に理解されて、より多くの人に楽しまれることが前提で、それがそのままこう来場者数っていうことで判断されたりとか、まあ、いかにその、そこにお客さんがたくさん来てくれたかっていうことで測られたりするわけなんですけど、うんうん、なんかそのこう矛盾にどう、向き合っていけばいいのかっていうのは、すごいもう、うん永遠の課題だなと思ってて、それについては作家の立場からだとどういうふうにいつも考えてるとかありますか？
今回の、31企画、結局、まあ、展覧会はできないで中止になってしまいましたけど、例えばこの企画を立てた時にも、この31っていうなんか難しい側面と分かりやすい側面が、まあ、両方あったんですね。で、展覧会そのものはそれこそ、パッと見て分かりづらいかもしれないですけど、例えば一方でこの展覧会ではね、いろんなイベント予定したんですよね。例えばゲスト、31歳の、札幌中の31歳のいろんな仕事の人を呼んでトークできたらどうかとか、うん、まあ、例えば31歳のなんかミュージシャンとかにライブしてもらったらどうかとか、例えば、そういうこう、要になるところに間接的に関わるようなイベントとか、そういう、こう、ワークショップなんかを通して導入口を作っていくっていう、そういう考えもあるなと思いましたね。うん。だから、いきなり、こう、見てくださいだと難しいけど、それこそこういう、なんか、周辺の、イベントなんかから、スッと入り込んで、あ、そこからだと、あ、なるほど、って分かってもらえるっていうこともあると思うので、この企画で特にそういうこと結構大きく考えること多かったかもしれない。僕はね、なんかね、綺麗なものではないとか、なんかそうじゃないものもいっぱいある。現代美術ってのは、まあ、言ってみたらね、見たくないものも見る、みたいな側面があるっていう話だったんだけど、なんか、一方で、じゃあ、どこに向かってるかって言ったら、やっぱりなんか今、まあ、ちょっとロマンチストすぎるかもしれないけど、今いる、状況よりも、なんかやっぱりより良い世界を見たいとか、なんかより、なんかね、よりもっと、言ってみればビューティフルではないかもしれないけど、美的にはもうちょっと美しい方向に、うん、なんかなればいいなって、思って作品作ってることって多いと思うんですよ。うんうんうん、もだから逆になんかね、そこで二項対立にして、なんか見た目が綺麗なものと、じゃね、見た目の綺麗なものを作ったらもうアートじゃないみたいな風潮もちょっとあるから、最近ね。逆に。俺はなんか排除、なんだろう。どっちもなんかうん、なんかね、ポジショントーク的な感じになるのはやっぱりすごい嫌で、なんか、うん。うん、なんかどっちもあり、だけど、基本的に向いてるのは、やっぱり美術、アートに関わってんだから、もっとなんか、より良い方向に、ね、自分の周りの環境からもっと広げていっちゃうと、もっと世の中みたいなものが良くなればいいなって願ってる人は多いんじゃないかなと思ってて、うん、それはなんか素直に伝われば、俺はいいと思ってるんですよ。で、そうですよね。うん、観客が入るか入んないかわからない。俺はもう、入れてなんかをやろうと思ってもできないから、うんうん、今は特にそうなっちゃいましたけど入れば嬉しい単純に、うんうんうん、単純に入れば嬉しいし必要以上に難解なこととか、うん、となんかねちょっとね観客の読解力に期待しすぎちゃってる部分っていうのはやっぱりある気がするんですよなんか現代で言うと、うんうん、でもそこに対してはちょっと自分自身、もうちょっと解いた方がいいなと思ってて。うんうんうん。うん。それはわかりやすくってこと？例えば。うん、なんか、そう、本当になんかいい作品だったら伝わるじゃんっていうところもあるんですよ。うん。伝わらない部分があるんだったら、やっぱり、ね、原くんの言うように、いろいろワークショップとか、最初に田村さんがね、構想したアートメディエーションの、ああいう部分で、なんか全体一緒になってなんか伝えていければなっていうのは、うんうんうん、そのバランスが難しいですよねやっぱりその、うん、あの観客にこう分かりやすく伝えるとかより多くの人に、うん、入り口を開いていくっていうとどうしてもそのよりシンプルな方とかより見た目がインパクトのある方とか、うん、そういったものを選びがちなんですけど、うんうんで、それで、こう、入り口が設定されて、その後につながるってことももちろんあるし、でも、その、同時に、こう、観客を、こう、バカにしすぎないのも大事っていうか、その、うん、皆さん、アートのことを知らなくても、うん、知識がなくても、そこから受け取れるものがある人はたくさんいるし、うん、なんか、その、こう、リテラシーのあるなしと、その、うん、観客の持っているものをどのぐらい信じられるかっていうののバランスを考えるのがすごく難しいなって
思いますね。ちょっと前だったら暴論だったと思うんですけど、最近はそうでもなくなってきているっていうことは、要するにその、義務教育とかね、まあ高校とかまでの美術の時間とかに作家の意図っていうのを当てるゲームではなくしてるんですよ、最近の美術教育だとね、鑑賞に関して。でも、まあ、かつては作家の意図は何ですかってことを問われるみたいなことが設問としてあったりしたんですよね。で、まあ、ひたすらその作家の意図は何ですかってことを聞かれてしまうと、まあ、これは現代国語とかを読んでても、ね、答え、ここで作者が言わんとしてることは何ですかって聞かれると思いますけど、そうではなくって、私がどう解釈しましたかってことを論理的に説明せよっていうふうな設問にしてあげれば、別に当てっこゲームではないってことは、いけるんじゃないかなと思ってて。で、まあ、これ義務教育の責任は結構あったと思いますよ、かつては。どうしても意図を当てるゲームになっていた。しかも、鑑賞の授業だけではなくって、美術の時間で見るっていうことで言うと、歴史を知らなきゃダメとか、人物相関図を知らなきゃダメみたいなことを一緒に勉強するということだったので、で、それはいわゆる文脈ってやつじゃないですか。文脈もちろん見ていけば、当然ね、知識が増えれば増えるほど楽しみが増えるのは間違いないけれども、ニューヨークモマで80年代後半から90年代に行われた大規模な実験で、その対話型鑑賞、ビジュアルシンキングの実験を見ると、必ずしも知識がなかったとしても作品を楽しめる人はいくらでもいるんだと。目に見えている素材、まあ、対象物ですね。作品の中に潜んでいる素材だけを抜き出して、そこから何かこういろんな解釈っていうのをぶつけ合うことによって、楽しむことは十分に可能だってことは分かっているということなので、そう、なんかこう分かりやすく伝えるっていう言い方自体には、もうそもそもその観客がバカであるとか、作家が表現力がないとかっていうような、かなりこう見下した言葉が入っちゃってるんじゃないかなと思っていて、やっぱその、オーディエンスを信じるっていうのは本当に僕はその通りだと思うし、つまりアーティストのクリエイティビティだけじゃなくって、オーディエンスが持ってるクリエイティビティも援用しないと作品って成立しないんだよっていう前提が多く普遍すれば、必ずしも作品の意図を当てるゲームじゃないんだっていうふうなことは伝わっていくと僕は信じてますけどね。うんうん、じゃあもうそもそも伝えるっていう言葉とか、まあ理解するもそうですけど、わかるかどうかとか、そういうものに本当にもっと、うん、慎重になった方がいいですね。そうですよ。だって、古池屋や買わず飛び込む水の音ってたった17文字しかない芸術作品、みんなわかってるって本当に言えんのって話じゃないですか。わかってるってどうなったら言えるんですかみたいな。証明できない。うんうん、だけど、それはね、一匹のカエルガナみたいなことをみんなが解釈のテンプレートとして理解しちゃってるから、一匹のポチョンっていう、カエルの音だけでみんな静けさを感じるんだみたいになってるけど、一匹って書いてないじゃん、そもそもって思うわけですよね。でこれ、まあ、英語にトランスレーションするときに、うん、フログなのか、フログスなのかで、翻訳で全然違うじゃないですか。複数形にするのか、単数形でいくのかって。はい、だから、うん、もしかしたら単数形でなくって複数形だって考えてしまえば、ドボドボドボって音を想像できて、めっちゃ面白い作品になりますよね。で、その可能性が残っていること自体が作品の面白さっていうことなのか。まあ、あれ、ちゃんと歴史を調べると、一匹だったってあの後、言ってるんで、多分一匹だったのが正解なんですけど、でもその正解は、まあ、さておいて、横に置いて、なんか複数いた時にはどんな作品になるんだろうって考えること自体が面白いっていうところなんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね。うん、そうですね。なので、おそらくやっぱりこう、どうしても、こうさっきの図式、私が作った図式もそうだし、相田さんが見せていた図式もそうだけど、作り手がいて、ものがあって、こう観客と受け取り手がいて、みたいな、そのこう、一方通行で考えると、どうしてもこの元の創造主みたいな人がいて、うん、っていう考えに、どうしても構造としてなってしまうから、ここから伝えるとか、うん、ここの考えを広めるみたいになるわけだけど、うん、作品をこう、例えば中心として見るとか、逆側から見る、相田さんのおっしゃってたような、うんうん、こっちから、観客から見られることで、そこに何かが生まれるのが、うんうん、成立している状態であるみたいな、うんうん、ことを、まあ、いかに、こう、共有していくかみたいな時に、やっぱりその伝える、広める、教える、わかる、うん、そういう言葉にどのぐらい慎重になれるかっていうのは、うん、そうそう。いや、なんかその質問でハンスさんがしている、そのエンターテインメントとアートの違いみたいなことにも多分つながると思うんですけれども、
要するにその受け取り方のテンプレートをかなり規定して、みんなが喜ぶっていう方向のテンプレートにぐーっと振ってる方はエンターテインメントだと僕は思うんですよね。でもアートって必ずしもその楽しむとか喜ぶだけじゃない、つまり作品見てめっちゃ悲しい気持ちになることとか、もしくはその人生もう一回考え直しちゃうみたいなことまで含めて、なんていうのかな、持ってる力があると思うの。アートだと思ってるんですね。僕結構休みの日にアート見に行くの結構しんどくってですね。真面目に捉えすぎちゃったりとかすることがあるんで。だからこう、ね、だから楽しみに行こうみたいな気持ちで見れないっていうか、真剣勝負しに行くみたいなつもりで 見に行っちゃうからね。だからその、でもそういったことも可能にしてある。つまり自由に受け取り手が解釈をしたりとか、読み取ったりとかすることが自由に開かれてるっていうのがアートの特徴なのかなと思うと、まあ、そこは僕の中ではこう、エンターテインメントよりは、まあ、自由度高いけどもしんどい場合もある。エンターテインメントの場合は気楽に見に行って楽しむことだけにすごくあの力がかかってるっていう風な分け方を僕はしてますね。うん、今そうですね、コメントでもいろいろいただいていて、オーディエンスのクリエイティビティがないと作品が成立しない、なるほどっていうコメントもあったんですけど、まあ、やっぱりそこをなのでどういう風にまあ、それ自体がそういうものだと思ってない人も多い中で、なんかどういうふうに、そのことについて一緒に考えていけるかみたいなことが、やっぱりヒントになるのかなっていうふうに思いました。ちょっと時間がそろそろなんですけど、最後に何か質問とか一言とか皆さんありますか？まとめにはならないと思うんですけど、なかなかこのトピック自体が。でも確かにね、なんかね、俺もそのワークショップとかやってて、アートなんかね、教えたいとか、分かってほしいとか、広めたいとか、そのやっぱり感じにすごい違和感を覚えたのが確かで、なんか、どっちかっていうとやっぱりね、俺たちのワークショップなんかでも、参加者のクリエイティビティを引き出して、それでさらに俺たちがびっくり、いつもびっくりしてさ、で、ああ、楽しかったね、つって、なんか、アート体、ね、みんなでなんかアートの一つ体験を共有して帰るみたいなさ、そういう感じじゃない、だから、なんか、ね、伝えたいっていうか、やっぱり共有したいっていう意識がやっぱり、やっぱりなんかこう、自分のためにやるっていうのは、いいのかもしれないですよね。そのさっき青山さんも、ワークショップも結局自分のためかもっておっしゃってたけど、なんかやっぱりその、それぞれが、アーティストも、観客も、どの立場にいる人も、自分のためにやりたいことをやるっていうか、その、この作品から得たいものは得るし、得たくないものは得ないとか、アーティストの側も自分の言いたいことは言うし、言わない、言いたいことは言わないとか、その、自分にとって何が、欲しいかっていうことでのみ判断すると、こう、相手に伝えなきゃとか、より多くの人に広めなきゃとか、なんかそういうところからちょっと解放されるのかなって今思いました。いやでもなんか僕はやっぱ今回サイアフがコミュニケーションデザイナーって役割を置き、そこに専門家の田村さんみたいな人を置いているってこと自体が、まあ僕はすごく建設的なやり方だなと思ってますね。つまりその単にその広報にお金を投じるとかじゃないわけじゃないですか。広く知ってもらうとか、いっぱい客来ればいいってことだけで言えば、もうテレビ CM すりゃいいじゃんっていう話なんだけど、そうではなくて、あらゆる関わり方のチャンネルをたくさん用意しておくっていうことのために、田村さんというスペシャリストが雇われていて、まあそれなりの、やっぱりこう努力をされているからこそ、今みたいな取り組みがあってっていう、だからその、入ってくるチャンネルがたくさんあるみたいなことはすごく重要だし、結果ね、それがダイレクトに何の成果があるみたいなことは、今では測れないと思うんですよ、まだ、今の段階では。でも、なんかこう、このサイアフをきっかけにアートに触れましたっていう人が初めてね、触れた人が、あ、こんな楽しみ方が標準的にはあって、違う美術館に行ったら全然そんなこと用意されてないとかって、愕然として、やっぱ札幌すごいっていうふうにね、思う人がいれば、その地元のプライドにもなるしね、すごい、そういった意味では、チャンネルをたくさん増やす。その意味で、お客さんのクリエイティビティを信じる、そういった設計がなされていること自体にすごく価値があることだとは思ってますけど。
ありがとうございます。でも中止になって、やっぱり、すごく残念なんですけど、一つは、その来場者数っていうとこから、一回解放されて、その、こういう、つなぐっていうことについて考えられたなっていうのはあって、うん、で、その、今回の中止の取り組み、中止後の取り組みとか、うん、そういったことは結構、今まだやってる最中なので、私も全然俯瞰的に見れてないですけど、うん、今日のこのまさにトークとかも、なんて言うんでしょう。それこそ、エンタメではなく、もうがっつり私の悩みを皆さんに相談するみたいな。そういう話ができるってこと自体も、今回のこのサヤフでできたことっていうのにつながってくるのかなとは思ってるので、うんうん、はい。相田さんに、素敵にまとめていただいたので、この辺にしようかなと思いますが、はい。今日は皆さん本当にどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。僕も修行を頑張ります。この後に。なんか喋り足りなかったね。ですよね。ちょっとじゃあ。毎回そういう感じだよね。うん。ぜひまた続きをやりたいと思います。そして、青山さんがさっきアップした、Facebook の作品も後でチェックしたいと思います。アップされてた？されてなかったかな？ひょっとして。いますね、はい。ありがとうございました。はい、じゃあまた。はい。またありがとう。またまた。どうもありがとうございました。